前回は A マイナーペンタトニックスケールを A セブンスにフィットさせるやり方をですね、メジャーサブに対するアプローチを中心に解説したんですけれども、それと同じようにですね、実際のブルースのコード進行になってくると、次に出てくる D セブンスとか E セブンスっていうものに対しても、基本的には同じようなアプローチが有効なので、それについてね、いくつかパターンを触れながら解説していきたいと思います。まず D7 から行ってみましょう。前回同様にですね、D7 もこの A7 と同じ形をそのまま流用してみたいと思います。なので、このポジションで今日は D7 弾いてみます。後でいろんなポジション拡張してね、やってみたいんですけれども、まず一旦同じコードの形をこう用いることで、フレーズ自体も同じものを当てはめることができちゃったりします。例えば前回やったような、こういうアプローチを D7 の、ね、ポジションに合わせてこう弾くだけで、コードが D7 に行ったんだなっていうのが、もうリードギターだけで自然と感じ取れますよね。で、こういった弾き方もこう試しつつなんですけれども、実際に前回同様にですね、この D7 とこのポジションの A マイナーペンタトニックのボックスパターンと照らし合わせてみましょう。ね、こういう形になってます。コードの形は同じものが流用できるけども、ペンタのボックスパターン自体はちょっと形が変わるので、まだこのポジション使い慣れないっていう人はですね、改めてちゃんとこういうポジションを練習するいい機会になると思うので、ぜひ試してみてください。で、こういうふうにやっぱり重ねてみることで、前回同様にですね、コードの中で見ると、このメジャーサードにあたる音がペンタトニックの音からこう外れてるというか、かぶってない音になってますよね。なので、ペンタトニックの側からアプローチする際にも、こういうふうにアプローチすることで D7 感が自然と出てきますよね。プラス前回同様に、この3度の音を中心に、今のアプローチから例えば5度に重ねてみましょう。7度、ルート、こういうふうにルートに重ねてから7度に重ね直すみたいなね、そういうアプローチもよく使われます。そして A7 に、行き来することができます。基本的にはまあ D7 でも同じアプローチをしつつ、改めてね、このポジションで弾く際にはこのポジションのペンタトニックと合わせて、で、また前回やったこっちで弾く場合にはこっちの方で合わせてみると、これもね、やっぱり3度の音がここなんですけども、こっちの方にね、ある3度にアプローチすることで D7 感が自然と醸し出されます。ペンタをまず普通に弾きつつ、最後にこの3度に対するアプローチやってみます。ね、こういうふうにコードトーン重ねてもいいですよね。さっきと同じように。そしてこれ、このまま例えば今3度とマイナーセブンス重ねた状態で、このまま両方とも半音上にずらすだけで A7 のコードトーンに入ります。こういうアプローチができるので、全部のコードの形を統一するやり方プラス、 A7 はこれで、 D7 は同じポジションでこっちでアプローチするっていうやり方、それぞれ試してみてください。逆にですね、D7 で今やったアプローチ、このアプローチを A7 に流用することもできます。A7 だとちょっと狭いですけど、このポジションなので、このポジションのペンタと合わせてね、使うことができます。
ちょっとねブルーノートも今自然と混ぜてしまいましたけれども、やっぱり長年の手癖で自然とブルーノートも入れちゃうんですけれども、耳を使って皆さんもついてきてくれたら嬉しいです。自然と今ブルースの進行で弾いちゃったんですけれども、今止まったところがちょうど E セブンスに来たっていう体で止まったんですね。こんな感じで各ポジションで覚えたパターン同士を別のコードに置き換えて弾くということをぐる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 やっていくうちに、だんだんとねこう仕組みがこう手にも馴染んでいくと思います。で全く同じことを E7 スでもね、今もちょっと弾きましたけど E7 スでもやるわけなんですね。この形で今までと同じようなアプローチまず試してみましょう。コードトーンだけを中心にこう弾くだけでもね、だいぶその雰囲気が出ると思うんですけれども、実際これ Am ペンタと重ね合わせてみると、このコードだけ例外的にですね、今までは3度だけがペンタからずれた音だったんですけれども、この E7 に関してはこの図の通りですね、ここに5度、これもペンタから外れた音になってます。ただこの音に関しては、例えば A7 だけで弾くとこの音は混ざらないんですけれども、この音を実際重ねた A7 っていうのもあって、9スと呼ばれるコードになるんですね。なので A7 の上でもこの音って使われますし、さらにですね、この音って D7 に対しては6とか13スって呼ばれる音になるんですけど、ちょっとジャジーなね、ジャズっぽい響きにもなるんですけれども、こういう形で混ぜることもできるので、こういった音が特定のコード専用のアプローチとは限らないんですよね。これがちょっと複雑な部分もあるんですけれども、ちゃんと理解していく上で、こういうフレーズを練習するといい、ああいうフレーズを練習するといい、こういう角度から見たらいいとかいろいろあるんですけれども、まあ、今回はねマイナーペンタとドミナントセブンスと照らし合わせた際に、もう3度に対してのアプローチをしてみるとコード感が出せますよという、ね、観点でお話をしてます。で改めてなんですけれども、それぞれちょっとずつこれまた拡張していってみましょう。例えば E7 もこのボイシング使ってみましょう。ってなるとこういうアプローチができますし、もしくはこっちのボイシングだと、こういうアプローチもできますよね。っていうのを実際の進行の上で混ぜてやってみます。
ポジションでのコントロールに慣れてくると、こういうアプローチが自然とできるようになっていきますので、自由自在にある程度弾けるようになるってことを考えると、時間をかける価値があるので、皆さんもぜひ楽しんで練習をしてください。というわけで頑張ってください。